どうも、ビルポンスです。今回はコンクリートを使って駐車場を作っていきたいと思います。この駐車場ははじめ砕石を引いてあったんですが、今はこのように雑草が生えてきています。今回は雑草が生えてこないようにしていきたいと思います。コンクリートの厚みをね、10センチぐらいにしたいのでスコップで掘ってみようと頑張ったんですが、このように全然掘れなかったので、この発力器を使って地面を柔らかくしたいと思います。本当はね、コンクリートとかを発部分に使うんですけど、こういう長年締め固められた砕石はスコップではなかなか入らないので、このようにほぐしていきます。するとね、このように座りながらでも楽々掘ることができます。あまり地面を掘りすぎると、地面が柔らかくなってしまって電圧しなければならなくなるので、できるだけ10センチで硬い状態で残していきます。はい、型枠を終わりました。今ね、もう YouTube ではね、やっぱりその道のプロの方が動画を上げてるので、そちらの動画を見ていただくといいと思います。でないとこのようにね、僕みたいに失敗することになります。できるだけ地面に杭を打った型枠の方がいいと思います。ではこちらもね、簡単に説明します。ワイヤーメッシュをカットして結束線で止めます。そして勾配を見て、この横のところですねに墨を打ちます。そしてこの面取りする棒ですね、名前は何ていうかちょっとわかんないんですけど、三角の面取り棒を釘で止めようと思ったんですが、釘を打ったら三角棒がへこむんですよね。で、考えたのがこの木工用ボンドをつけて、その上からテープで固定して1日乾かしました。するとね、このようにしっかりと止まってくれました。実際作業してるときはコンクリート入れたらどうなるんだろうと少しヒヤヒヤしてました。で、ワイヤーメッシュの下に石ころを並べました。これでワイヤーメッシュは少し浮きます。コンクリート入れる前の作業は終わりです。はい、なんとか購入できました。事前にね、一応コンクリート会社に電話していろいろ説明を聞いて購入してきたんですけど、私があまりにもコンクリートのことを知らなかったので、いろいろ迷惑をおかけしました。駐車場に使いたいコンクリートの配合をお願いしました。工場場内ではね、他の業者さんとかミキサーさんの方の邪魔にならないように急いでその場から立ち去るように心がけるといいと思います。倉庫にあったコテとアングルで綺麗にしようと頑張りますが、なかなかうまくいきませんでした。せめて器具手とかね、自分で作ってやった方がもっと綺麗にいくと思います。ホームセンターとかでね、売ってるんですけど、結構いい値段するので、ここは節約と思ってコテで頑張りました。はい、完成しました。これでもね、何回か押さえてみたんですけど、どうしてもポツポツと少し穴が開いてしまっています。まだまだ練習が必要なようです。2日経ちました。どんどん色がね、白っぽくなってきました。まだしっかりと固まってなさそうなので、型枠はこのままでもうしばらく置いておこうと思います。綺麗にできるか少し不安です。1週間が経ちました。型枠をね、バラしてみました。表面は、ね、やっぱりちょっとザラザラしてて穴が少し開いてしまっています。
ツルツルの表面にしたかったのですが、これは仕方ないですね。外した型枠は細かく切って処分します。で、ツルツルにするにはこれが仕上げのコテみたいなんですけどね。これでしても自分の腕がなかったらザラザラなんじゃないかと不安とお金といろいろ考えてしまうわけですよね。なかなか勇気が出ませんでした。はい。まだ駐車場は完成してないんですが、一度車に乗ってコンクリートが沈まないかどうかチェックします。まあ、チェックという自分が嬉しいあまりしたいだけなんですけど、大丈夫そうですね。よかったです。はい、では駐車場作りに戻っていきたいと思います。これはですね、一度動画にしようと思ってね、倉庫にずーっと置いてあった固まる砂くんですね、袋のまま固まってしまってたっていうのがあるんですけど、もうたくさん動画が出てたんでね、取る気にならなかったというか、そういう感じでずーっと倉庫で眠っていました。まあ一度このようにね、水をかけて少し経ったらもう一度かけてみると、雑草が生えにくくなるという砂ですね。だいたい5センチ以上で巻いていくといいみたいなんですけど、でもこれをやる前にね、地面をしっかりと固めてからこれをしないと、後で割れてきたりいろいろ弊害が出てくるので、そこだけ注意すれば簡単に雑草対策できます。で、しっかりとね、これをする前に地面を固めてなかったら、このようにですね、隙間が出てきちゃうんですよね。これはね、水をかけた時にね、下に空気があって、水が流れ込んだ時に横からポコポコと出てきて、こんな感じになるみたいです。ですので、しっかりと固めとくといいということになります。これがひび割れの原因になるみたいな。でね、僕は挑戦しています。この上でコテで押さえるとどうなるのか、2、3年後が少し楽しみです。これでひび割れなかったらいいのですが。で、こっちは押さえてない方ですね。ちょっと表面が白っぽくて、しっかりと固まっています。で、こちらは押さえた方ですね。押さえたところですね。ちょっとまだ固まってないんですが、しっかりと固まっています。もう一片方ですね。こちらもしっかりと固まってくれて、で、余った固まる土くんのやつはこの横に巻いて水をかけておきました。で、固まる土くんが袋のまま固まったやつをどうしようかと思ったんですけど、このようにね、置いておこうと思います。で、この下のね、雑草を軽く蒸して登場するのがこちらですね。防草シートですね。約5年使えるという品物です。こちらをね、引いていきたいと思います。これはもう簡単ですね。このように飛ばないように石を置いて、カッターなどで切れ目を入れて、で、横の部分なんですけどね、少し上げておくのがポイントになるのではないかと思います。で、つなぎ目はね、そのテープで貼って、しっかりと飛ばないように貼っていきます。こちらもね、横の部分は少し長めに切って貼っておきます。で、こちらがコメディで購入したガーデンクラッシュ、一番安かったんで、これをこの隙間に入れていきたいと思います。下がね、固まる砂くんなんでね、雑草は生えてこないと思います。はい、前の部分は完成いたしました。本当はね、これを
4枚6枚とコンクリート作って仕上げると綺麗になると思ったんですけど、予算の関係上ね、前だけ作ってみました。この後ね、採石でも入れようと思うんですが、ちょっと予算オーバーになってしまうので考えました。はい、いただいてきました。いらなくなった瓦ですね。屋根屋さんに頼んでね、いらなくなった瓦が出てきたらくださいと頼んであったんですけど、それをいただきました。この量でだいたいダンプ1台分ぐらいです。これを3人でこのように割っていきました。だいたい1日1時間ペースで3日かかりました。ですので1人でこのように叩くと約9時間ぐらいかかることになります。はい、ついに出来上がりました。瓦でね、残りは全部したんですが、結構いい感じできました。この踏む音もね、結構気に入っています。これで雑草対策もできてすごく助かります。もともと採石でできた駐車場だったこともあるので、費用の方は約3万円ほどで出来上がりました。雑草対策で悩んでる方いましたら、このようにしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ビリポンスチャンネルでした。